はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。いよいよ明日10月1日外国人実習制度廃止デモ開催、来てね。毎年毎年7000人ものが、実習生が失踪しまして、そのまま不法滞在者になってしまう、不法滞在からの犯罪組織形成というですね、今あの不法滞在者24万人累計おりますんで、危険だ、実習制度そもそもやめろ、誰が得すんだということで、廃止デモやります。サンシャイン60隣接巣鴨プリズン跡地東池袋中央公園に13時30分ご集合ください。早く来られた方、上り組み立て、お手伝いください。なんで池袋かって、言いますと、今話題の川口近いからですね。赤羽川口、川口って池袋から出てるよな。何線だっけな、忘れちゃった忘れちゃいました。カッパ園長さんご参加予定だそうです。動画で、参加しますって言われておりました。カッパ園児の皆様もぜひご参加ください。顔バレしたくない人ですから、バレたくはないんでしょうけど、声で分かっちゃうかもしんないな。なんか特徴的な声、ですんで、あれはあの動画の時にあの声、別にいじってないっぽいっすもんね。喋り方と声で分かっちゃうかもしんないから、カッパ園長さん、あの私にもあの、バレたくなければ喋んない方がいいかなと、思っております。難民申請中の30代クルド人解体工、川口署を訪問しました。署員にジャーナリストがクルド人の悪口を言っている、警察は発言をやめさせろ、さもなければ殺す、2週間後ここに死体を持ってくるなどと興奮状態で話し、脅迫で逮捕2日後処分保留で釈放、なんじゃそれって話なんですけど、逮捕後ね、釈放何交流中にですね、監視所にクルド人10名ぐらいが押しかけたみたいなんですけど、職員の対応で、帰り事なきを得た、文句つけに来たのかな、それともあの10人ぐらいで押しかければ釈放するとでも思ったんでしょうか。警察が発言をやめさせろ、何言ってんだかな何言ってんのかな、最初から最後までおかしいのが出てるやつですけれども、世論です。川口やべえな、強制送還おめでとう、また謎の外国人不起訴、釈放したらダメじゃん、殺されたらどうすんの、暴動を起こしても日本も治安の悪い国家の仲間入り、本性出てきたな、これはマジでやるような勢い、警察が機能してない、警察行ってあいつをなんとかしろ、さもないとって、お門違いもいいとこでバカすぎなんですけども、逮捕後10人が押しかけてきたって大勢で騒げばなんとかなるって、完全に警察なめてないこれ。警察あの怖くないんだったら治安維持に支障をきたすんじゃないの、さもなくばって警察を脅してるしなめてるよね。これは死体が出たらどうすんだみたいな、お前らどうすんの、警察を脅してますよね。自分らの所業は全く改めずに、クルド人の悪口を言っている、それあの根拠のない悪口じゃないだろう、事実を淡々と世に出すと悪口になるっていう、自分らの所業が悪いんだねえのこれ。全く改めずにですね、あの自分らの都合を通す手段、この場合はあのジャーナリストが黙ることがですね、あの暴力と凶悪って、あのそんなんだから、トルコからもイラクからもシリアからも嫌われてんじゃないんですか、もちろん日本人からも。2日後釈放って、よくあるですね、あの48交流ってやつですね。警察は検事の許しがなくても48時間は被疑者を拘束できるってやつ。その昔ですね、もう30年以上前になりますけれども、友達が新宿で泥酔して路上に寝ちゃってて、一晩お世話になってました新宿署のあの留置場かな、そういう風に使う、殺して死体を持ってくるは本人に言ったわけでないんで、凶悪にするのが難しいって判断したのか、つったってあの本当にジャーナリストが殺されたら誰責任取るんだろうな、外国人はあの48時間って制限なしにしてもらいたいですね。その気になったらあの警察の留置場に
10年でも閉じ込めておけるってしてほしいっすね。警察が何とかしろ、さもなくば警察を脅迫してるわけだしね、これで引っ掛けられないものかな。それとも警察はそれでビビったとこ言うと恥ずかしいから、警察を脅迫したってできないんでしょうか。これ営業妨害、公務執行妨害で取れない。だって職員の血が無駄にしたわけじゃん。こんなたわごとほざいてさ、こういう不良外国人はですね、難民申請の途中だろうが何だろうが強制送還って入りしてもらいたいですね。いずれにしても凶悪ですね。川口署、蕨署は外れ認知ですね。埼玉県警の皆さん、川口署赴任を命じるのになったら、外れだ。思ってください。川口蕨の日本人人口減りそうですね。割と本気に引っ越し考えてるっていう書き込みありましたから。統一教会、宗教法人格を取り上げられるみたいであります。10月12日宗教法人審議会っていうのが、それで審議するそうであります。世論遅いぐらいだわ、臭い壺に蓋、抜け道も塞げ、カルト教団は武力行使してでも潰せ。武装してたりなんかするとそうだわね、オウムみたいにね。宗教に偽装してるだけの反日工作機関、個人で集まったり寄付するのは政府とか言い出す。まあ、これは寄付はダメだよ。寄付はダメだよ。パヨが騒ぐほどズブズブじゃなかったってことで、自民と統一。だって結局は自民が統一潰しますってことでしょ。今頃敗北感を感じてるんじゃないでしょうか。パヨ界隈はストレスで免疫落ちて風邪ひくといいですね。パヨはまるでね、統一教会こそ自民党の本体ぐらい騒いでたもんですけどね。私はバカですって絶叫してたようなもんですけれども、宗教法人取り消しで全国に所有する土地建物に固定資産税、政治団体の届け出出さずにお布施、寄付もらうと贈与税がかかっています。政治団体届けを出すとですね、収支報告義務が生じます。収支報告しないといけない。報告義務を怠って寄付をもらうと5年以下の懲役刑っていうのが待っております。固定資産税やばそうっすね。それが毎年毎年かかってくとなったら払えんのかね。結局は資産を全部売って売却益はにかかる税金は払わないといけない。その後ちんまりとした宗教サークルで生き残るか、それとも思い切って日本からは撤退。まあ統一教会って本部は韓国なんでしょ。日本から撤退っていう風になるんですかね。まあいずれにしても自民と統一はそんなにそんなにズブズブズブの、お互いがお互いを必要とする組織でもなかった。それはパヨ界隈の嘘だったっていう英語ですね。増税メガネ、増税メガネというあだ名を気にしている模様。冷縮すればいいのかと周囲に漏らす。笑う。そっちじゃない。増税やめようとは思わないんだ。なんでメガネ側を払拭しようとしてるの。じゃあ増税コンタクトで、なんなら増税バカとか増税マシンで、そのメガネで何見てんだよ。増税レーシックって呼ばれるだけ。すでに増税クソメガネにバージョンアップしてるんだが、講談社フラッシュ記事なんで真偽不明なんですけど、まあ、そっちじゃない、この記事がさもありなんと思えるほど今までの行いがバカに満ち溢れたものだったのがいけないですね。まあ日頃の行いって大事です。もうすでにですね、ツイッターだと増税クソメガネになってますね。税金ばらまいたおかげで芸術財団からですね、グローバルゴールキーパー賞なんてもらっちゃって、グローバル増税メガネとかも、言われております。ゴールキーパー増税メガネっていうのもありました。そのうち増税メガネグランツーリスモとか、増税メガネエボリツーメガネとか、増税メガネバージョン 1.1 とかなるな。これなるな。なると思います。文化庁発表、生活情報の入手方法複数回答。テレビ 75% マイナス 11%、 スマホ 72% プラス 30%、電子版含む新聞 45% マイナス 23%、 パソコンネット 26%。 括弧内はですね、2016年調査との比較、7年前、7年間でテレビは11減った、スマホは30増えたいう感じですかね。世論であります。電車で新聞はたまーに見かける。見かけます。たまーにだけど、あとですね、年齢層が高いですね。喫茶店の、老舗喫茶店の、なんだっけな、
割と高めの東京にいっぱいある忘れちゃったあの喫茶店のチェーン店ルノアール、ルノアールだと店内に一人ぐらいいます、あの新聞読んでる人、おじいちゃん、45% って嘘っぽい、若い人が新聞なんか取ってないでしょ、だって情報が昨日のなんだもん。2016年から今までですね、 PC プラススマホのネット税が68から98になったってことですね、新聞があの68から45になった。スマホで新聞の電子版見てたりするから、取材する機関としての新聞社はなくならないだろうけども、災害や事故などの重要情報ですね、個人発信も増えてるから、その場にいる人が瞬時にネットに載せちゃう。で、取材する機関としての価値もだだ下がってるのは間違いないですね。紙の新聞、環境破壊。今すぐ新聞やめましょう。子孫に緑を残しましょう。街中でですね、これエンドレスアナウンスしながらチラシ配り政治活動を考えております。中国国内の SNS で処理水放出に関するデマ急減、1週間でほぼゼロになりました。世論です。嘘はすぐバレる。金平弱すぎ。そりゃ中国の方が高濃度だから。金平根性なしだな。いいから海産物食うなよ。中国本土の方が汚染すごいから。何が目的で嘘を広めたのかわからん騒いだせいで自分とこは大丈夫か。人民が心配になってですね、自宅測ったら東京の何百倍も汚染されてたっていう見事なオチが用意されておりました。高市大臣ですね、IAEA 総会、国際原子力委員会総会で中国の方が汚ねえだ、事実ハラスメントで赤っ恥と、こうなることが全く予測できてないうちにですね、脊髄反射で何癖嫌がらせしたってことなんですかね。脅せばいい、騒げばいいって中国共産党はだいぶクルド人と思考が似てるみたいだな。誰よりどこより金あがめてる背筋教なんだから、共産党なのものおかしいんですよね。やってることは共産主義じゃねえし、共産主義じゃなかったら何なんだっていうことなんですけど、これは簡単ですよ。封建制度、政治、貴族政治、中国共産党っていう貴族が法律も何にも関係なく好き放題恣意的にやってる、貴族政治、封建制、古くせえなーっていう話の、中国山賊党とか蛮族党とかに名前変えろって、暴力で人を従わしてんだからさ。どっかの人権屋と遺族がスリランカ人、女性ウィシュマ死亡を事件として、入管職員13人を告発。名古屋地検、因果関係が認められない、全員不起訴。なんて読むんだよ、これ。指宿。私宿。読めねー。弁護士。起訴処分は許しがたい。今後も戦い続けます。お前に許してもらわなくても、地検は許してんだし、しばらく仕事にありつけてよかったね、今後も戦い続けますって、今後も金もらい続けますって宣言ですね、これね。世論です。当然だろう。職員は自分の仕事しただけ、送還拒否して勝手に反すとして体調崩したんだろうが、元彼が DV だから帰ったら危ない、こんな理由で難民認定してもらえると思ったのが、家庭の理由ですよね、これね。家庭っていうか、こういう関係の理由ですね。遺族もよくも恥ずかしくもなく来日できるよな。むしろ特別報奨金を上げてほしいと、入管施設収容中のウィシュマ帰りたくない。人権や体調悪くなれば仮釈放になって送還を逃れられる。ウィシュマ反ストック開始と、それがこじれて体調悪化死亡、さて一体誰が一番悪いんですかね。もちろんいらんこと吹き込んだですね、人権が悪いですよね。その次がそんなことを信じたウィシュマ愚かさ、なんだ職員全然関係ねえじゃん。弁護士はそれですね、今後も戦い続ける、対でしょうよ、仕事と金ありつけるもんね。原資はパヨ界隈の寄付金ですかね、確立したパヨビジネスですこと、というわけでですね、明日外国人実習制度廃止デモ、行います。クルド人問題もあるし、不法滞在者累計24万人ってのも怖いし、地下に潜伏して犯罪組織作っちゃってるし、作物泥棒して、
泥棒犯、運搬犯、金に換える監禁犯って組織化されちゃってるし、すでに、あとはあのベトナム人13人の窃盗団とか千葉で逮捕されてましたよね。空き巣狙い500件なんですよね。あれも怖いし、実習制度はなるべく早くなくさないといけない制度だと私は思っております。賛同された方は明日池袋に、お越しください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。